いします。春が近いね、楽しみですね。ジェイさん、ハレルヤ、アメン、アメン。今日も皆さん、来てくださって感謝します。皆さんが本当に、リュウさん、ハレルヤ、皆さんが集まってくださって、祝福されます。皆さんの信仰が、皆さんの信仰が、この部屋を祝福します。皆さんの上書きが、皆さんの上書きが熱くします。本当に皆さん、一日一日大事です。第三、ハレルヤ、私たちは一日一日大事なのです。多くの人は生きる目的がわからないので、時間を無駄に過ごしています。時間つぶしをしています。時間つぶしの人生、皆さん、時間つぶしの人生を送ってはいけません。私にとってキューちゃんの放送が生きがいであり癒しです。アメン。皆さん、私たちの時間を、意味のあること、大事なことに時間を使いましょう。人生はたった永遠に1回です。人生にたった人生は永遠の中で1回しかないのです。この永遠という長い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 時間の中で、たった1回の人生かしかありません。このたった1回の人生をどう生きるか、それがとても大事なんです。皆さんは学んでいます。人生の意味を学んで、どう生きるかを学んでいるんです。ですから皆さん、この最高の生き方をしましょう。人生で最高の生き方をしましょう。多くの人は、意味のない生き方をしてるんです。意味のない生き方をしています。その意味のない生き方は意味がありません。私たちは意味のある生き方をしています。意味のある生き方です。それは、私たちの生きる生き様がですね、残る生き方であり、報いがある生き方であり、神様に栄光を返す生き方です。主の祈りについて学びたいと思うんですが、その主の祈り にもその同じような説明がありますので、その後でその学んでいただけるといいですけど、止まっちゃったでしょうか。はい、動いた動きましたか、動きましたか。はい、アメン。最近調子いいですよね。最近調子いい。はい、行きました。アメン。それでですね、とにかく、一日一日が大事だということです。一日一日が大事です。もう人生は、永遠ではありません。61年もあっという間に過ぎました。ね、61年もあっという間に過ぎました。過ぎた時間は、短いです。過ぎた時間は短いです。来てない時間は長いです。来ていない時間は長いですが、皆さんも私よりも若いかもしれませんが、あっという間の人生です。あっという間の人生です。和樹さん、ハレルヤ。このあっという間の人生をですね、どう生きるか。意味のない人生ではなくて、最高の人生を生きる生き方、最高の人生を生きる生き方があります。皆さんがこの部屋でいろんなことを学んでいます。皆さんが学べば学ぶほど良い人生を送れるんです。皆さんがイエス様の教えに従って生きるなら、最高の人生を送ることができるんです。天に宝を蓄え、報いのある人生を
送ることができるんです。最高の人生はこの放送に出会い、真実を知ったことです。アメン。イエス様と出会って、イエス様を知ったことが、最高の出会いであり、そしてイエス様のと共に生きることが最高の人生です。イエス様と共に生きることが最高の人生です。ニートの自分でも今からでも大丈夫ですか？大丈夫です。今からで大丈夫です。今から十分間に合います。ニート万歳です。ニート万歳です。皆さん、世の中はね、ニートをネガティブに捉えますけど、私はニートをポジティブに考えます。ポジティブですね。なぜポジティブかというと、時間があったからこの放送に出会えた。時間があったからこの放送に出会えて、時間があったからイエス様にと出会うことができました。また時間があるからこの放送を見続けることができる。時間があるからこの放送を見続けることができます。ですから皆さん、ぜひですね、その、皆様、イエス様と出会ったんですから、イエス様と出会ったんですから、イエス様に、とどまりましょう。空気、よく言われたものです。もっと精神しようし。大丈夫ですよ、リュウさん。もう、ありのままでいいんですよ。リュウさん、ありのままでいいんです。もう、コメントに影響されなくていいんです。もう、私も KY です。私も KY ですけど、もう KY は KY でいいんです。もうありのままでいいんです。ありのままでいいんです。皆さん、人の目を気にしないでください。もちろん、人に迷惑をかけることは良くないかもしれません。でも、ありのままでいいんですよ。ありのままで。ね。ありのままでいいんです。ありのままで。ね。イエス様が許してくれたんですから。イエス様が、許してくれたんですから、人の目を気にしないで、ありのままでいきましょう。アメン。もちろん、イエス様の教えを、実行することが最高の人間関係であり、イエス様の教えを守ることが最高の、この、礼儀であり、最高のモラルであり、最高のですね、人格なんです。イエス様の教えを守ることが、社会のために非常に役に立つわけです。ですから、一人でも多くの人がイエス様の教えに従ってほしいと思いますね。はい。それではですね、一つですね、皆さんに相談があるんですが、レベルが86になったのかな。そしてですね、1回延長が無料になったらしいんですが、1回延長が無料だということは、8時から9時までできるんですね。8時から始めて、9時、1回延長して、1時間できます。今、7時から8時なんですが、8時から9時、9時から10時と、3つのチョイスがあるんですね。3つのチョイス。皆さん、どっちがいいかちょっとですね、アンケート取りたいんですけど、どうやってアンケート？私も1、2のアンケートしかないので1、2のアンケートしかないので、どうやって、3つのアンケートやればいいんですが、ちょっと一応やってみましょうかね。どうすればいいんでしょう。ちょっと待ってくださいね。7時と8時と9時ですね。はい、行きます。7時がいいか、今まで通り7時でいいか、8時がいいか、9時がいいか、行きます。1、2の3、あ、じゃなかった、出なかった、出ない、どうして出ないんでしょう、どうして出ない、あ、もう一回ちょっとやってみますね、どうして出ないのかな、はい、すいません、出ませんね、どうして出ないのかな、ちょっと待ってくださいね、今ちょっと訂正しております、これでいいかな、えい、あー出ないな、ちょっとごめんなさい。まずいいね、まず、7時がいいのか8時9時がいいのかからいきましょうね。
このまま7時でいい方は1、それから8時、9時が、まあ、両方含めて8時か9時がいい人が2、ね。ごめんなさい、3者選択ができませんでした。このままでいい人が1、それから8時、9時がいい人が2ですね。いきまーす。1、2の、いいですか？考えましたか？1、2の、3。ああ、半々ですね。これは困っちゃったな。半々。7時がいい。小太郎さんは7時がいい。じゃあ、まあ一応これね、必ずそうするっていうことじゃないんですが、じゃあ今度はですね、8空ですよね。だから、8空だから、こっちが8？こっちが空。一応とりあえずアンケートですからね。じゃあ今度はですね、ちょっと待ってくださいね。次行きます。今度は8時がいいか9時がいいかですね。もし、変わるとしたら8時がいいか9時がいいか。これ行きましょう。あ、三択じゃないと公平じゃない。三択じゃないと公平じゃない。やり方わかんない。やり方がわかりません。はい、行きます。いいですか？8時か9時、どっちがいいか。行きます。ゴールデンタイムは避けてほしい。1、2の3。あ、同じだね。ということはどういうことでしょうかね。まあ、どれでもいいってことなんでしょうかね。難しいですね。本当に難しい。困りましたね。まあ、またゆっくり考えましょう。ね。7時からだとちょっとね、早すぎるっていう意見があるんですね。ですから、8時がいい、9時がいいっていう考え方がありますね。そうですね。ちょっと保留にしましょうね。もうちょっと時間くださいね。また3択のやり方を考えておきますよね。3択のやり方を考えておきます。はい。それではですね、主の祈り、主の祈り、ローズプレイヤーっていうんですが、ローズプレイヤーっていうのを、知ってる人、聞いたことがある人、1。主の祈りをちょっとでも知ってる人が1。全然知らないという人が2ですね。主の祈りというのをちょっと知ってる人が1。手に増します我の父よ。そう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 。ね。全然知らないっていう人が2ですね。1、2の3。知らない7割知らない意外と知らないね。意外と知らない。7割知らないということですね。そうね、あまりね、あまり聞いたことないかもしれませんね。それじゃあですね、早速御言葉を読んでいきたいと思います。ね。御言葉を読んでいきたいと思います。マタイ6章。ね。マタイ6章。5節ですね。これはね、祈る時の祈り方についてイエス様が教えているところですね。祈り方。また祈る時には、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて、街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に、入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また、祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。だから
こう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。これがですね、イエス様が弟子たちにですね教えた祈り方ですね。アメン、アメン。まず人に見せるために祈るのではないということですね。祈りというのは人に見せるためじゃなくて、神様に語るためですね。だから人前でね、まあ、人前で祈っちゃいけないってことじゃないですよ。私も牧師ですから礼拝の時祈りますし、ここでも祈りますが、それは人に見せるために祈るのではない。本当に神様に向かって祈るんですが、基本的にはまず、一人で隠れてっていうか、天のお父様に、心を向けて祈る、戸を閉めて祈る。そうすれば報いがあると書いてありますね。報いがね、祈りには報いがあるんですよ皆さん。祈りには報いがあります。ですから偽善というのは、神様じゃなくて人に見せるために祈る、人に見せるために良い行いをする、これが偽善ですね。偽善ですね。信仰というのは、神様に向かって良いことをする、神様に向かって祈りをする、これが信仰ですね。それから念仏みたいに繰り返しやるじゃないですか。他の宗教じゃ同じ言葉を繰り返すことありませんか。念仏みたいに繰り返す、あれはダメだということですね。なぜあれがダメかというとですね、神様だってそんなね機械的な祈りってね、聞きたくないじゃないですか。皆さんがですね、誰かにですね機械的に同じことを繰り返されても嬉しくないでしょ。やっぱり神様は人格のある方ですから、やっぱり心をですね、心を注いで、人格的に人格的にこのなんていうかな、祈る必要があるんだよということですね。まあ、アメンっていうのはね、これ祈りじゃないんですよ。アメンっていうのは意思表示ですよね。アメンは祈りじゃないですよ、意思表示。だからアメンって繰り返したってそれはいいんです。祈りっていうのはね、この内容ですね、祈りの内容です。同じじゃないですよ、意思表示と祈りとは違いますね。それでですね、もう一つは人を許すということがとても大事だということが、これでわかりますよね。人を許すということが許されると書いてあります。それでは実際に主の祈りを見ていきたいと思いますね。主の祈りを見ていきたいと思いますが、要するに主の祈りというのは、イエス様が、ね、こう祈りなさいと、まあ、祈りのモデルと言いましょうか、祈りの模範と言いましょうか、その何を願うかということですね。で、最初の3つがまず大事ですね。最初の3つ、このちょっと読みましょうね。とりあえずね、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、この3つがですね、神様に対する祈りです。神様に対する祈りです。これはとても大事です。この3つがですね、まず基本です。基本です。
で、皆が崇められますというのはですね、これはイエス様の名前ですね。イエス様の名前が崇められますようにということですね。イエス様の名前がその評価されますように、賛美されますように、イエス様ハレルヤとかですね、ハレルヤとかイエス様感謝しますとか、あなたを、ね、褒めたたえますとか、まあ、そういうことがですね、これ一番の祈りだということですね。ですから私たちはハレルヤって言いますね。このハレルヤというのは結局イエス様の名前を崇めていることになるんですね。ですからハレルヤってとても大事なんですよ。ハレルヤ、ね、イエス様を崇めていることになります、ね、ですから、ハレルヤって言いましょう。そして、イエス様に感謝しましょう、ね、そしてクリスチャンが増えるというのは、クリスチャンが増えるというのは、イエス様の名前が崇められていくことになりますね。クリスチャンじゃない人はですね、イエス様の名前を崇めません。クリスチャンじゃない人はね、その他の名前を崇めてるかもしれませんね。他の名前を崇めてますけど、クリスチャンはイエス様の名前を崇めます。イエス様の名前を崇めることがクリスチャンと言ってもいいでしょう。ですから、その皆が崇められること、これが一番の祈りなんですよ。皆さん、一番の祈り、つまり一番大事な祈りだということですね。礼拝というのは、礼拝というのはイエス様の名前を崇めることなんです。クリスチャンにとって何が一番大事かというと、イエス様を褒めたたえることなんですね。私のために死んでくれた、私をの罪を許してくれた、私にでですね、神の子にしてくれた、イエス様が癒してくれた、ね、ですからイエス様に感謝する、イエス様を褒めたたえる、イエス様のその私たちを救うために十字架にかかってくださったその素晴らしい御業を崇める、十字架を崇めるというのは、十字架を崇めるというのはこの皆を崇めることなんですね。これがですね、一番の祈りだっていう、一番の祈りということは、まず自分たちがまずそれをするということですね。主の祈りを主の祈りを祈りながら、唱えながらイエス様の皆を崇めなかったら、これはおかしいです。ですから大事なのは、主の祈りを唱えることが大事なんじゃなくて、主の祈りを祈ることが大事なんですね。多くの人が主の祈りを唱えながら祈っていません。主の祈りを唱えながら祈ってませんけど、それはダメなんです。主の祈りを唱えるということは、主の祈りを祈んなきゃいけないんです。つまり本当に心からイエス様の皆が崇められますようにっていう気持ちが必要なんですね。イエス様の皆が崇められますように。もし私たちがですね、罪を犯したらイエス様の皆を怪我します。罪を犯したらイエス様の皆を怪我しますが、もし、私たちがイエス様の教えを守るなら、イエス様の教えを守るなら、イエス様の皆が崇められるんです。ですからこれは本当に皆が崇められるためには、私たちはイエス様の教えを本当に、真剣に守っていく必要があるんです。皆が怪我されるような生き方をやめることです。皆が怪我される生き方をやめて、皆が崇められる生き方をしなきゃいけません。御国が来ますように、これ2番目ですね。これこの間、神の国を第一に求めなさいというのがこれです。御国が来る、つまり、イエス様を信じる人たちが集まって、そこに、神の国ができること、イエス様を信じる人たちが集まって、礼拝したり伝道したり交わりをする、その神の国が来る、またはリバイバルが来る、神の力、神ご自身が来る、そのようなことを願うことですね。御国が来ますようにということは、そのように神様の力が働くような領域が来るということで、私は特にリバイバルというのは分かりやすいと思いますね。御国が来ますように、リバイバルが来ますように、そういう感覚です。それから御心が天で行われるように地でも行われますように。御心、神様の
御心、神様の命令、これはまさに神の義ですよね。神の義、神様のこの願いがこの地で行われるということですね。これもイエス様の命令を守るならば、クリスチャンがイエス様の命令を守るならば、御心が地で行われることになります。天国でも、天国では神様の御心が行われてますけれども、この地でも神様の御心が行われることが大事だということですね。この3つがですね、とても大事な祈りです。まさにこの3つをひっくるめてリバイバルと言ってもいいでしょう。皆さん、この主の祈りはまさにリバイバルの祈りなんです。リバイバルが来れば、たくさんの人がイエス様の皆をあがめます。リバイバルが来れば神の国が来ます。リバイバルが来れば、たくさんの人がイエス様の命令を守って神の御心が行われるんです。ですからリバイバルの祈りというのはこの主の祈りのことなんです。ですから皆さん、リバイバルのために祈る、これは主の祈りを祈るということです。それから私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。これは私たちの、糧というのは食べ物ですね。毎日の食べ物をください。これは物質的なものを神様与えてください。皆さんが日々食べているお金とか食べ物はイエス様から来るんですよ。天のお父様から来るんですよ。自分で稼いでるようだけど、神様に養われてるんですよ。今日もイエス様、食べ物をくださいって祈っていいんです。しかしこれはもう一つの意味は、霊的な食べ物もあると思います。つまり日ごとの糧というのは、御言葉を与えてくださいということにも考えられます。そしてむしろそっちの方が大事かもしれません。天のお父様、今日の御言葉を与えてください。今日の御言葉を与えてください。私たちは、パンの実、パンだけで生きているのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてありますから、私たちは御言葉によって生きているのです。御言葉によって生きているので、私たちは日々御言葉が必要なんです。この伝道部屋を通して皆さんは御言葉を、受けていると考えていいでしょう。そしてもう一つ大事なのは、私たちの罪を許してください。私たちも私たちに、罪のある人たちを許します。つまりですね、人を許すということがとても大事だということですね。人を許すということがとても大事、ですから皆さん、絶えず人を許してください。絶えず憎んでる人、嫌な人、恨みのある人を許してください。そうすれば許されます。これも毎日のように毎日のように許す必要があるんだよということですね。主の祈りというのは、毎日のように祈んなさいということですから、皆さんは毎日のように人を許さなきゃいけないよということですね。それから私たちを試みに合わせないで、試練は、つきものです。試練は私たちを訓練、しますけど、しかし、試練に合わない方が、いいですよね。ですから試練に合わせないでくださいとも祈ってください。それから悪から救い、お救いください。この悪というのは悪魔のことなんですね。悪いことっていうことじゃなくて悪魔のことなんです。だから悪魔から守ってください。悪魔から救ってください。悪魔から、悪魔の攻撃を受けないようにしてくださいっていうことですね。これも大事なことですね。国と力と栄えは常しえにあなたものだからです。これは国は神の国ですね。力は神の力、栄えは神の栄光です。神の国と神の力と神の栄光は永遠に、あなたのものですという、まさに、その神様に栄光を返しています。これが主の祈りです。これが主の祈りですね。皆さん毎日のようにこれを、祈ってくださいね。唱えることもいいですが、唱えるよりも実際に祈ることが大事ですね。私たちに罪を犯す人を私たちが許すように、私たちの罪をもお許しください。アメン。アメン。
これが主の祈りです、ね、これが主、はい、これで出ると思います。はい、すいませんでした。ちょっと止まっちゃってすいませんでしたね。はい、いかがだったでしょうか。主の祈り、理解できたでしょうか。主の祈り分かったでしょうか。アメン。主の祈りを理解できたでしょうか。アメン。はい、ぜひぜひ皆さん、この主の祈りというのは、まあ、イエス様がこう祈りなさいという一つの、まあ、モデルですね。モデルです。そして本当にそれは、イエス様の願いでもあるわけですね。イエス様の願いですから、皆が崇められること、御国が来ること、御心が天であるように、地でもあるように、これが、神様の願いだということですね。神様の御心だということです。ですから神の願いを祈る、神の目的を祈る、神と同じ思いをなるという、神と同じ思いになる、これがとても大事なんですね。ぜひ皆さん、この主の祈りをしっかり理解して、実際に祈り始めてください。実際にこの主の祈りを祈り始めてくださいね。まあ、この部屋でもですね、日本にリバイバル、日本にリバイバル、日本を救ってくださいって祈っていますが、これはまさに主の祈りですね。主の祈りを願っていることなんだよということですね。はい、それでは明かしタイムいきましょうか、ね。明かしタイムは、そうですね、祈り明かしタイムいきましょうかね。一日何回祈ればいいんですか。絶えず祈ってください。あの聖書に絶えず祈りなさいってありますから、もう絶えず祈ってください。絶えず祈るんですね。まあ、祈りは呼吸だと言いますが、皆さん呼吸止めないでしょ。呼吸は止めません。だから絶えず祈ることが大事です。それでは、祈りが叶えられた、祈っている、祈りは素晴らしいという、祈りに関する証、祈り証タイムスタート。祈り証タイムスタート。祈ったら性欲がなくなりました。以前は祈りで何も変わらなかったけど、今は祈ったら幸せになりました。祈ったら腰痛が治りました。イエス様と結婚できるよう祈っています。祈ったらこの放送に出会いました。祈ったら対人恐怖が治った。祈ったら便秘治りました。お金に困らずになった。心が晴れやかになった。猫背が治った。心が落ち着きました。イエス様が全能だと知った。母がイエス様を信じてくれました。アメン。ムカつかなくなった。お金持ちになった。体の悩みがすべて解消した。心が軽くなった。この放送に出会った。鬱が少し軽くなった。毎日平和なので感謝して祈っています。涙が出てきて体が熱くなった。感謝で、感謝になった。祈りはすごいな。イエス様の愛しさが、アニメを見なくなった。毎日がエキサイトしてきました。怒らなくなった。平安になった。祈ったらいつも元気をもらいます。リーフさん、一日一日が大切に過ごせるようになった。毎日部屋でこもって祈っています。腰痛治りました。
歯がきれいになった、人に優しくできた、毎日祈るようになりました、祈ったら人を許せるようになりました、和樹さん、不安がなくなってきた、電車に乗れるようになった、笑顔が戻りました、宗教に興味を持った、不安神経症がなくなった、白内障が治った、お酒やめました、祈ったら対人恐怖症が治った気がする、イエス様に勇気を祈って勇気をもらいました、毎日明るく過ごせるようになりました、関よしえさん、誰かな、お酒が欲しくなくなりました、家族が明るくなりました、嫉妬、緑内障が治った、お酒捨てました、裁かなくなりました、肝、孤独を感じなくなりました、今日から禁煙します、何を祈ることが今重要でしょうか、リバイバルのために祈ることですね、リバイバルのためですね、悪いサイトに興味なくなった、イエス様のそばにいると分かった、偶像崇拝やめました、胸の痛みがなくなりました、口臭が和らぎました、悪い放送に興味がなくなった、イエス様を信じて毎日祈るようになりました、今リバイバルって起こりそうですか、起こりそうです、起こりそうです、 AV 見るのをやめられた、主の祈りは私たちに祈ってほしいことが分かりありがたいです、この前十字架を変えました、対人恐怖症が治りました、アメン、祈ったら進化論が間違いだと分かりました、肺気腫治りました、終わりの日が来るような気がします、うなちゃんマンの放送を見るのやめました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、アメン、対人恐怖症が英語化しているのをが面白かった、興味深かった、進化論が偶像崇拝だと知りました、十字架は偶像ではありません、十字架は偶像ではありません、
祈りとは素晴らしい行為なのですね。改めて、感動しました。はい、ありがとうございました。アメン、アメン。アメン。アニメを見る行為ですか。アニメを見る行為ですね。難しいな。アニメを見る行為、まあなかなかね、信仰的なアニメってないからね。やっぱり信仰から出ないことは、すべて罪だと書いてありますので、やっぱり信仰的なものを求めるといいと思いますね。ですね、2つコメントがありまして、1つはですね、花さんがリアルの集会を持とうとしています。で、花さんは茨城県の江戸崎というところの近くに住んでるらしいですね。で、皆さんの中で江戸崎というところに近い方がいたら、私の方に連絡をください。で、皆さんの中でですね、その集会に参加できる可能性がありますので、茨城県江戸崎に近い方は私の方、ね、私のスカイプの方、またはメールの方に連絡をください。はい、あ、Jさん行きますかじゃあですね、連絡ください。それからですね、もう一つはイエス様の映画でいい映画があったんですね。イエス様の映画、それでちょっとね、コミに貼ったんですが、ただこの映画はですね、そのモルモン教が作ったらしい映画なんですね。モルモン教、まあ、三大胆の一つの、キリスト教三大胆の一つのモルモン教が作った映画なんですが、ただその内容は、まあ、イエス様の映画なので内容的には問題がないんですね。で、ただこれがモルモン教が、まあ、もしかしたら制作したかもしれない、まあ、モルモン教と関係ない映画がモルモン教が買ったかどうか、ちょっとそのことは分かりませんが、とても綺麗な映画なんですね。で、一応ですね、そういうことを踏まえて、一応、まあ、関心のある方は 見ていただけると、とても、これですね、これ一度コミに貼ったんですが、一応ですね、モルモン教の映画だということで外したんですが、まあ、でもあまりにもその、綺麗な映画なので、ぜひ皆さんに、ね、一度見てもらいたいね。イエス様の映画ですから、まあ、モルモン教の教えについては全然入ってませんが、いや、もちろん私はモルモン教は認めません、ね、異端ですから認めませんけれども、しかしこの映画はイエス様の映画なのでね、イエス様の映画なので、まあ、そのイエス様を見るという意味でとてもいい、まあ、綺麗な映画といいましょうか、芸術的に非常にいい映画なので、これはぜひ皆さんね、モルモン教の映画じゃないですね、モルモン教の映画というよりもイエス様の映画なんですね。イエス様の映画という感じで見てくだされば、内容的には聖書だけですね、聖書だけの内容ですね。はい、まあ確かにですね、モルモン教と関わっている映画という意味ではちょっと、そのつまずきにならないでほしいと思いますが、ポイントはやっぱりイエス様ですね、イエス様についての映画だということですね。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージいきましょう、ね、ファイナルメッセージいきます。LDS? LDS って何でしょう、ね、あ、これモルモン教のこと、LDS って言ったかな、ラストデイ、ラストデイセイントとかね、モルモン教のこと LDS っていうのかな。モルモン教っていうとですね、今アメリカの大統領選挙のですね、まあその前段階やってますよね。
州の選挙をやってますが、その中で、共和党の方かな、共和党の方で何ていう人でしたっけ、ロムニーとかいう人いませんか。あのロムニーっていう人がですね、モルモン教らしいんですね。モルモン教で、それはね、私たちにとってあまり嬉しくないね。あ、ミッドロムニー、このミッドロムニーっていう人が、まあ、モルモン教だ、モルモン教の教徒だということで、まあ、そういう意味で、私たちからするとね、その人が大統領になってほしくないという気持ちがあります。モルモン教の大統領はちょっとね、良くない。私たちプロテスタントからすると嬉しくないと。そもそもアメリカの大統領は本来はプロテスタントのクリスチャンがずっとなってきましたね。プロテスタントの、クリスチャンがずっとアメリカ大統領でしたけど、あのケネディがなんかカトリックだったらしいんですね。ケネディ大統領だけがカトリックで、あとは全部プロテスタントだったんですね。そういう意味で今度もし、ロムニーさんが、レーガンもカトリック？レーガンカトリックだったかな、そうかな、ちょっとそこのところは分かりませんが、レーガンカトリックだったかな。まあカリスマ派のクリスチャンの大統領になってほしいですね。カリスマ派のクリスチャンの大統領出ないかな。カリスマ派は少ない、アメリカでも少ないからね。世界でも多いんだけど、アメリカと日本、ヨーロッパは少ないんですよね。はい、それじゃあファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージいきます。はい、そういうわけでですね、私たちは、主の祈りを通して神様の願い、神様の目的を知ることができます。以前は私たちは神様を知らず、神様の御心を知らなかったんです。私たちはイエス様と出会って、イエス様を信じて、イエス様の御言葉から、イエス様の御言葉から神の御心を知るようになりました。神様の願い、神様のその目的を、その知ることができました。それが主の祈りです。主の祈り、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。皆さん、私たちはこの3つの祈りが、この3つの祈りがですね、その神様の祈ってほしいことなんです。神様がこれから行うことでもあるんです。ですからクリスチャンはイエス様にハレルヤと言います。皆を崇めるためにハレルヤと言います。そして、伝道します。伝道して、御国を求めます。それからイエス様の命令を守り、イエス様の命令を守って御心を行うのです。神様の御心を行うのです。皆さん、また顔がおかしくなっちゃった顔がおかしくなっちゃいましたけれども、はい、そういうわけでぜひ皆さん、この主の祈りをですね、顔がじゃない、神様のこのはっきりした目的、神様のですね、この御心、願いをですね、しっかり受け取って歩もうではないでしょうか。つまり私たちの人生の目的がですね、この主の祈りが私たちの人生の目的でもあるんだということですね。この主の祈りが私たちの人生の目的でもあります。ですからぜひ皆さん、この、主の祈りをしっかり理解して、私たちの、願いにしましょう。私たちの祈りにしましょう。私たちの生涯、この永遠にたった1回の生涯、イエス様のこの祈り、イエス様の願いに合わせましょう。私たちの人生の目的はここにあるということです。
私たちの人生の目的はここにあるんだということですね。以前は生きる意味が分かんなかった、生きる目的がなかった、多くの人は生きる目的を、ね、知らないんです。生きる目的を知らないんです。しかし私たちは知りました。この主の祈りが生きる目的なんです。私たちの生きる意味なんです。生きる意味なんです。生きる目的なんです。イエス様の皆が崇められることが生きる目的なんです。御国が来ることが私たちの生きる目的なんです。御心が行われることが、神様の御心が行われることが私たちの人生の目的なんです。アメン、アメン、アメン。この主の祈りを心に刻んでください。主の祈りを熱心に祈ってください。主の祈りを熱心に祈ってください。それでは、招きをします。招きをします。あ、人生の意味が分かった、人生の意味が分かった。今まで人生の目的が分からなかったけど、人生の意味が分かった、人生の意味が分かった。皆が崇められることなんだ、御国が来ることなんだ、御心が行われることなんだ。これが人生の意味だったのか、人生の意味だったのか。私が生きる意味なんだ、私が生きる意味なんだと、この主の祈りを自分の人生の意味とする方、目的とする方、イエス様を信じて、イエス様を信じて神と共に生き、神様に罪を許され、神の子として生きたい方、神様の勝利に預かりたい方、このリバイバルのためにイエス様に喜ばれていきたい方、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。素晴らしい。アメン、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 アメン。素晴らしいです、素晴らしいです。アメン、アメン。イエス様のおかげで友達を救えました。アメン。素晴らしい。人生の意味が分かりました、人生の意味が分かりました、人生の目的が分かりました。時間を無駄遣いにしないで、時間を無駄にしないで、この目的のために行きましょう。この目的のために生きるのです。この主の祈りの、神様の目的のために生きるのですね。明確なんです、明確なんです。生きる目的が明確なんです。皆さん、多くの人は生きる目的を持っていませんが、皆さんは生きる目的を知りました、生きる目的を知ったのです。お祈りします。天皇様、以前は生きる目的が分からず、快楽や時間つぶしのために生きていました。意味のないこと、虚しいことのために時間を使い、意味のないことのために、人生を無駄遣いにしていました。もう本当に自分の気持ちを満たすために、自分の気持ちをこう和らげるために、いろいろな悪習慣、虚しいことのために時間を使い、虚しい生き方をしていました。意味のない生き方をしていました。しかし今イエス様と出会って、意味のある人生が分かりました、目的のある人生が分かりました。イエス様の皆が崇められること、そして御国が来ること、御心が行われること、この大事な大事な尊い目的を知りましたから、そのように生きることができますように。今アーメンと言った方々が、アーメンと言った方々が、この主の祈りに通りに、生きることができますように。またこの主の祈りを祈ることができますように。この祈りを祈って祈って祈って、あなたのその栄光が表され、そして御国が来ますように。イエス様、どうぞこの主の祈りを、祈ることができるように、リスナーの方々を励ましてください。祈りが心に刻まれますように。本当にあなたと同じ思いとなりますように。あなたと同じ願いとなりますように。
私たちの心があなたの心と一つとなりますように。天のお父様、私たちあなたを愛します。イエスキリストのゆえにあなたを愛し、あなたと心を一つにしたいのです。リスナーの心を一つにしてください。私たちの心を一つにしてください。あなたの心と一つにしてください。あなたの願いと一つにしてください。イエス様、そして、この世に対して、この素晴らしい生き方を提示することができますように。あなたの栄光を表すことができますように、日本を救ってください。日本を救ってください。日本人を救ってください。生きる意味がなくてたくさんの人が自殺しています。その人たちに素晴らしい人生を伝えることができますように。生きる意味を伝えることができますように。どうぞ多くの人を導いてください。多くの人に語ることができますように。多くの人に人生の意味を伝えることができますように。リスナーの方々に油注ぎがありますように。あなたの平安がありますように。生きる意味を知ったことの喜びがありますように。実際にそのような人生を始めることができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 ハレルヤ、アーメン。皆さん、主の御名をあがめましょう。私たちはイエス様によって救われた。イエス様によって罪が許された。イエス様によって祝福されている。皆さん、私たちは祝福されているんです。イエス様によって祝福され、イエス様に愛されているんです。イエス様を褒めたたえましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤとイエス様を褒めたたえて、イエス様を崇めるような生き方をしましょう。イエス様が喜ぶような生き方をしましょう。皆さんの人生は素晴らしい人生です。皆さんの人生は最高の人生です。生きる意味が分かったんです。生きる意味が分かったんです。輝いていきましょう。信仰でありましょう。おやすみなさい。シャロン、シャロン、シャロン、アメン、ハレルヤ、アメン、アメン、シャロン、シャロン、シャロン、アメン、アメン、アメン。